皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は JR 大阪駅に来ています。これから JR 大阪環状線のホームからユニバーサルシティへ向かいます。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は JR 夢咲線直通西九条ユニバーサルシティ方面桜島行きです。まもなく福島に着きます。お出口は右側です。まもなく福島です。大阪環状線は東海道線と分かれて南へ向かいます。ドアが閉まります。まもなく野田に着きます。お出口は右側です。 Please change here for the subway line。西九条駅までは大阪環状線の線路を走ります。ドアが閉まります。まもなく西九条に着きます。お出口は右側です。弁天町新今宮天王寺方面阪神線はお乗り換えです。ありがとうございました。西九条です。降りの際、足元をお持ちください。この電車はユニバーサルシティ方面桜島行きです。弁天町から天王寺方面には参りませんので、行き先ご注意ください。We will soon be arriving at 西九条。Station number 14. The doors on the right side will open. Please change here for弁天町、新今宮、天王寺、and the 阪神線。Please keep your hands away from the doors. 西九条駅からは JR 夢咲線に入ります。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はユニバーサルシティ方面桜島行きです。ご利用くださいましてありがとうございます。桜島行きです。4号車は終日予定されていますので、お願いいたします。次は味川口です。JR 夢咲線は JR 桜島線の愛称です。西九条駅から安治川口駅までは貨物列車が運転されています。安治川口駅に到着です。まもなくユニバーサルシティに着きます。貨物駅を過ぎるとユニバーサルシティ駅に到着です。ユニバーサルシティです。お忘れ物のないようにご注意ください。西九条大阪方面のホームが混雑してきました。日中の時間帯は途中の西九条駅で乗り換えが必要なので要注意です。次回に続きます。
ご視聴いただきありがとうございました。